北欧とかがみんなバスに乗ってくわけですよ。すごいですよね。バスの中にいろんな国王が乗ってるって。すごいバスですよね。だからこれね、だって500人の要人が500台の車で乗りつける。だって国王の車とか言ったらね、やっぱ警護とかつく。そしたら1台について2台、3台ついて、そんなもん500組来たら、もう1500台とかになっちゃいますよね、車がね。1500台車がどんどん来てですよ。それ順番に降りてって、いや帰るときまた並んでって、これできるかって無理ですよ。それはね、どっかのね、なんとか宮殿とかどっかの郊外のお城だったらその辺止めときゃいいんですけども、ロンドンのど真ん中のね、ウェストミンスター寺院で500人の国王級がダーッとついたらこれさばけないんですよね。だから苦肉の策でバスですわ。すいません、国王の皆様こちらへみたいな、なんとか国王、なんとか国王がバーわさわさ乗ってったわけですからね。そらそれですごい光景ですよね。じゃあ日本では即位礼正殿の儀はどうだったんですかという話なんですけども、国王の皆様、大統領の皆様方はこちら、国王の方はこちらのバスとかやんなかったんですよね。なんでだと思います？これはね、皇居に仕掛けがあるんですよ。宮中の一般参賀が行われるあの広い広場ありますよね。何万人も入れる広場ありますよね。天皇陛下がお手振りをなさるあの広い敷地、あの地下が全部駐車場なんです。ちょっと私台数聞いたんです。500台だか800台だか忘れましたけども、ですからもう次々と宮殿にね、黒塗りの車バン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 ついていって、その車バン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 地下に入っていって、終わったらもう順番にバババババってもう何百人だろうが全部整然と裁けるんですよ。だからね、あの皇居すごいんですよ。東京のど真ん中でしょ。もう厳守級500人とか800人全然 OK ですわ。それができちゃうんですよ。だからね、そういうね、それこそ即位礼正殿の儀、大喪の礼、いろいろな行事が考えられますから、もう何百台も裁けるように考えて作ったんですよね。だからもともとね、あった古い宮殿だったらできなかったと思うんですけども、まあ残念なことに先の大戦で空襲で焼けちゃいましたから、作り直したわけですね、戦後。その時にそれなりのものを作んなくてはいけないということで、だからね、すごいんですよ、これ。本当にすごいんです。だからそんなね、乗り合いバスとかいらなかったわけですね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは、毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。